どうも、谷本です。夏でございますよ。でも夏といえばね、こういろいろね、花火大会とかお祭りとか、まあいろいろあったりとかしてね、こう恋の季節なんかね、言われてるのかどうかちょっとよくわかんないんですけど、全然憶測で今話したんですけど、夏休みね、いろいろ恋をしてる人とかいるんじゃないでしょうかということで、これ小話でね、話そうかなと思ったんですけど、これはちょっと一本で皆さんに聞いていただきたいなと思いまして、まあ今日はね、語る動画なんですけれども、僕のね、ファーストキスのお話をちょっとしていこうかなと思います。この話かなり遡るんですけども、僕がね、幼稚園の時、年中の時ですね、好きだった女の子がいまして、名字が渡辺っていう女の子で、で、俺も渡辺で、で、なんで好きになったかって言ったら、同じ名字の人としか結婚できないと思ってたんですよ。なんで僕はその子のことを好きになって、まあ、結婚しようと思ってたわけですね。そしたら、なんと、その子も同じ考えを持ってたらしく、その理由で僕のことを好きで、両思いですよね。渡辺さんと両思いになりまして。あんまりでも喋った記憶とかもそんなにないんですけど、すごい好きだったんですよ。年長さんになって、小学校に上がります。小学校に上がるときに、親に聞いたんですよ。渡辺のあの、まるまるちゃんは、小学校は一緒なの?って言ったら、親が、小学校違うよって言ってきて、結構ショックだったんですよ。本当に。もうお別れなんだって思って。で、小学校1年生。隣に、小学校になると、今どうかわかんないですけど、机に名札貼られるじゃないですか。で、自分の、名前のところに座って、僕渡辺なんで一番後ろなんですけど、隣の名札を見たら、その好きな子と全く同じ名前なんですよ。なんだ、来るじゃんと思って。なんで、母ちゃん嘘ついたんだ、あの時って思って。で、女の子をパーって隣に来たんですよ。同姓同名の女の子で、で、全然近かったんですよ。で、あ、やっぱ来ないんだってなって、そのまま学校生活が始まり、で、小学校3年生、もう結構その子のこと結構忘れてたりとかしてる時期に、転校生が入ってきたと。で、転校生誰だ誰だと思って、隣のクラス見に行ったら、その幼稚園の時に好きだった子が転入してきたんですよ。うわーってなったんですけど、もしかして俺のこと忘れてるかもしれないなとか思ったりとかして、まあ結局喋る機会もなく、3年生の3学期ぐらいになった時に、とある女の子から、ねえ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 、あんた〇〇ちゃんとキスしたんでしょって言われて、その子たちの交換日記に、なんかファーストキスはみたいな感じで書いてあって、で、そこに俺の名前が書いてあったんですね。で、渡辺真琴くんと幼稚園の時に、物置の裏で、ファーストキスをしたみたいなこと書いてあったんですよ。記憶にないんですよ。いや、わかんない。してない、してないみたいなこと言って、で、めっちゃ考えたんですけど、で、なんか物置の裏で何かをしてたっていうのは記憶にあるんですけど、キスまではわかんなくて、で、結局思い出せなく、中学に上がりまして、中学2年ですね。なんか夜7時ぐらいから友達の家の前でちょっと集まってなんかするみたいな、溜まって喋るぐらいなんですけども、なんかそういうのがあって、で、結構行ってたんですね。そしたら、その子が、ふらっとチャリで来て、俺の友達となんかすげえ仲いいみたいで、で、そのままこうみんなで喋ってたりとか、それが何回かあって、9時ぐらいですかね。じゃあ帰ろっか、ってなって、で、いつも僕先帰ってたんですけど、その集まりの時は、もう8時ぐらいで帰ってたんですけど、で、その時はなんか9時ぐらいで最後までいて、で、帰ろっか、ってなった時に、その子と帰り道が一緒だったんですよ。あ、じゃあ、2人で帰ろっか、まあチャリをね、こう手でこう押しながらね、2人で歩いて帰ってたんですけど、その時に、ここだと思って、ファーストキスのことを覚えてるってその子に言ったんですね。そしたら、その俺とキスをしたらしいけど、記憶にないんだよねってその子も言ってて、で、俺も記憶にないんだよ、それはと。な、その時なんつったっけなぁ、もうめちゃめちゃドキドキしてて、ちょっとうろ覚えなんですけど、なんかお互いに覚えてないファーストキスってなんか寂しくないみたいなことを言って、で、神社の前で、まあ、ファーストキスをしたと。二度目のファーストキスと言いますか。俺とその子の、なんか本当のファーストキスみたいなのを中学2年生の時にしました。で、その子と、その後付き合いとか全くなく、ファーストキスをして、で、まあ、今ですね。最近地元でちょっとで集まった時に、その子の話になりまして、なんか最近結婚したらしいよ。ああ、結婚したんだな。じゃあ結婚したってことは、まあ、俺とその子が勘違いをしてしまった同じ名字では、もう、その子は亡くなってるっていう話でしたね。名字が作ったファーストキスの思い出でございました。ね、今ではもうすごいいい思い出です。甘酸っぱいいい思い出です。これから皆さんね、いろいろ青春をして甘酸っぱい思い出いろいろ作ってください。ということで、どうも渡辺真琴でした。また明日の動画でお会いしましょう。それではさようなら。こっぱずかしいな。チャンネル登録よろしく。